はい、皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。今日もね、2019年5月25日超ネコ犬ゲームニュースやっていきたいと思います。本日もですね、かなりね面白いね、あのトピックがいろいろ出てきたので、そちらをね3つほどカバーしていきたいと思います。まずはこちらのゲームから。皆さんが気になっているゲームです。2019年のコールドブデューティーのタイトルがリークした。はい、こちらね、リークというよりもかなりね信憑性のある、コタクっていう、雑誌の記者さんですかね。この方によると、コールドブデューティー2019年はなんとコールドブデューティーモダンウォーフェア4ではなくて、コールドブデューティーモダンウォーフェアというね、シンプルなタイトルになるみたいです。いやもうね、これ聞いた瞬間びっくりだよね。どういうことって多分ね、みんな思ってると思います。僕も思いました。で、そういったことを聞いている方がいますね。これって何？リブートっていうことですか？っていうね、ことを聞いてます。で、それに対してジェイソンさんはこう答えてます。ソフトリブート。ソフトリブートって何？って今度はなるよね。で、ちょっと調べてみたんだけど、ソフトリブートって大体、その、リメイクと、外伝、スピンオフ。このね、間ら辺っていうことらしいです。なので、おそらく、コールドブデューティー、4モダンオフェアですね。まあ、リマスターバージョン出たやつですね。あれの同じ世界観、同じタイムラインで、ちょっと違う視点の、ストーリーが流れるのかなっていう感じがします。いやー、マジで楽しみですね。コールドブデューティー4のモダンオフェア、これね、僕、かなりね、大好きなゲームだったんですけれども、何がいいかっていうと、こういう風に M4A1 とか、M4 とかね、かなり有名な武器じゃないですか。これがね、本当に、リアルな名前で出てくるんですね。例えば MP5 とか、AK とかね、AKM とか、こちらのね、P90 とかね、ファンすごい多いですよね。そして、スナイパーだったら、このね、バレットとかね、なんかこういうね、本当のね、武器が出てくるんで、もうかなり熱いんですね。で、こういうゲームってやっぱり、なんていうのかな、ごっこ、究極のごっこゲーなんですよね。なんで、リアルに実在する銃がね、使えるっていうのは本当にたまんないです。そしてもちろんこの僕が大好きなね、G36C も出るので、マジでもう即買いですね。はい、間違いないです。このゲーム本当に楽しみです。で、このね、同じ記者さんによると、どうやらもう一つの情報として、今年の2019年のコールドビューティー、無料プレイ要素も入っているらしいです。僕はこれはバトロワ要素なのかなとか思ってますけれどもね。ぜひ今回コールドビューティーね、成功してほしいですね。はい、それでは次こちら。エイペックスが終わる？はい、こちらね、エイペックスレジェンド皆さんご存知、EA さんとリスポーンエンターテインメントさんが開発した、バトロワゲームです。で、こちらね、ものすごい爆発的な売り上げを、最初の月、まあ2019年2月に売り上げました。で、最初はね、だいたい92ミリオンドル。まあ、日本円で言うとだいたい100億円ぐらいですね。100億円ぐらい売り上げました。皆さんね、このフォートナイトキラーだって言ってるぐらい、かなりね、爆発的な売り上げを見せたので、これはすごいんじゃないのかっていう話になってたんだけど、なんと、2ヶ月経った今、4月の売り上げが24ミリオンドルになってしまいました。だいたい、まあ、26億円ぐらいですかね。だから100億が26億円とかになっちゃったんで、マイナス 74% なんですよね。ゲーム業界でも、皆さんを、まあ、話しているんですけれども、もう Apex Legend 終わっちまうんじゃないのかっていうちょっと噂が流れております。で、これね、フォートナイトキラーってね、言われてたって言ったけど、実際のね、フォートナイトはどれだけ売り上げてたかっていうと、実は、一月で330億円売り上げてたみたいです。で、しかもその次の月も330億円以上売り上げてた。なので、まあ正直、この数字だけ見ると全くもってフォートナイトキラーには、なり得ない、感じになってます。じゃあ分かった、Apex Legend が、どんどんね落ちてってるの、売り上げが落ちてってるのは分かった。で、フォートナイトがすごいね、売り上げてたっていうことも分かったと。じゃあ COD とか他のゲームってどんな感じなのってね、僕は気になりました。皆さんもまあ気になってる方いると思います。なのでちょっと調べてみました。はい、こちらですね、ちょっとネットで見つけたんだけど、1980年発売のパックマンだったら、2012年まで32年間でだいたい16,330ミリオンダラー売り上げているということですね。で、まあこれだとねちょっとわからないんで、最近リリースされたゲームでちょっと見ていきたいと思います。はいはい、例えばこちらのコールオブデューティーブラックオプス4 BO4 ですね。2018年発売で、2018年の総売上がだいたい、までの総売上がだいたい1100億円。
で、まあ、うん、そう考えると、まあ、月々で換算しても100億円以上は売り上げてるっていうことですよね。だから、まあ、全然なんか、その、Apex Legends より売れてるっちゃ売れてるんですよ。で、次に、この、WW2、COD の WW2 だと、2017年で1000。同じくらいですね、売り上げてます。で、PUBG ですね。アトロワ代表、PUBG だと、2017年発売で、2018年、グロスで2028と、まあ、化け物みたいな数字を叩き出しています。そして、フォートナイト。同じぐらいのね、期間なのにもっと売り上げてますね。2400。まあ、だいたい2600億円売り上げてる。なので、まあ、フォートナイトね、そもそも月々300億円売り上げてたっていうことは、まあ、全然、Apex Legend は、まあ、勝てこないとは思うんですけどね。ちなみにね、スマホゲームも、ついでに調べてみました。するとね、スマホゲームの場合は、だいたい1年で、いいとこだったら、まあ、これちょっと古いデータなんだけど、1900億円、とか。で、有名なね、日本でも有名なモンスターストライク、モンストだったら1300億円とか、クラッシュオブクランだったら1200億円とか、かなりね、高い数字をね、CS機の売り上げに近い数字を叩き出しています。なのでね、やっぱり、そのスマホゲームが、その、あまりリソースね、開発リソースそんなに使わないで、すごい儲かるっていうのも、わかりますね。だって CS 機の売り上げとほぼ同じかそれ以上いってるんだもんね。で、僕自身としては、やっぱりスマホゲームなんで儲かってるかって、大体ね、ゲーム内のガチャ要素なんで、そのスマホゲームはいいんですよ。全然面白いし、例えばゲーマー層をどんどん広げていく役割もあるんで、ね、スマホゲームから始めて CS 機に PC にって行った人もいると思うんで、まあ、悪いとは言わないんだけど、そのゲーム業界全体的に見ると、やっぱ将来的に、やっぱりそのスマホゲームばっかり作ってると、いいゲーム、その例えば要求が高いゲーム、技術的要求が高いゲームが作れる人材がどんどん減っていくかなっていう気はしますね。なので日本とかでね、特にもう、そういう風になってしまっている傾向があるので、ちょっとね、不安ではあります。そして、このね、ゲーム内ガチャ要素って今話しましたけど、これに対して、アメリカの、どっかの州の知事さんが意見を述べています。なんかね、廃止したいと。ゲーム内ガチャっていうものをそもそもなくしたいっていう、そういった、法案を通そうとしてるのかな。彼の主張は、要はその、我々はカジノとか、ギャンブルするところには、年齢制限を設けてる。例えば18歳かな ?21 歳かなわかんないけど、まあそれ以下の人は入れない。子供たちは入れないようになってる。ギャンブルができないようになってるのになんで、スマホから小学生、中学生、高校生が、そういう博打、ギャンブルができるようになってるんだと。これはおかしいじゃないかっていう、まあ提案というか、主張をしています。僕はどっちかというと彼の主張、その子供たちにギャンブルをさせたくないっていうよりも、そのゲーム業界的に、その全部ガチャ要素だけで儲けてたら、結局、その面白いゲームイコール儲かるゲームっていうこの方程式が崩れちゃうんですよね。今現時点でもちょっと崩れてきてると思うんですけど、どっちかというとただ儲かるゲームは、ただの儲かるゲームみたいな。うん。で、面白いゲームが儲かるとは限らないっていうね、ちょっと悲しい感じになっちゃうんで、僕はね、やっぱ一ゲーマーとして、そこはね、やっぱりね、彼の法案、まあ、悪くないのかなとか思っちゃってます。例えば、わかった。このスマホゲーム儲かるから、日本のね、ゲームメーカー、まあ、例えばね、例え話ね、ゲームメーカー全部スマホゲーム作り出しましたと。で、3年後に、政府がね、法案通しました。ガチャダメですってなった時に、どれだけのゲーム会社が、その、きちんとした CS 機のゲームが作れる技術持ってるのか、人材持ってるのかっていう話になるんですよ。その時もうね、マーケットはもう、他のね、きちんと CS 機のゲームとか PC のゲーム作ってきた、海外のゲーム会社に負けちゃうんじゃないのかなって、今でもちょっと負けてる傾向あるんですけどね。なんだろうね。何を話したいのか分からなくなっちゃったね。はい、ぜひ皆さんのね、意見も教えてください。はい、次。はい、次ですね。こちら、ドラクエ、来月、大型発表か。こちらですね、スクエアエニックさんがどうやら、週刊少年ジャンプの28号、今年の第28号で、ドラゴンクエストのスペシャルアナウンスメント、スペシャル発表があるみたいです。で、どうやらね、この日、6月10日なんだけど、発売日。6月10日の発売日に同時に2019年の E3 でスクエアエニックスがそのプレスコンファレンスをね、行うみたいなんですね。なのでおそらくなんかね大きいタイトル発表か何かあるのかなっていうね、噂が立っております。最近ねドラクエ11が出たばっかりなのでおそらくその12は絶対出ないと思うんですね。そのスクエアのね堀井裕二監督も、12はしばらく出ないって言っているので多分外伝かもしくは、過去作のリメイクかの可能性が高いと、皆さん、話しております。はい。
ということでね、いやー E3 に近づくにつれてマジで、すごいニュースがたくさん出てきますけれども、本当にね、ゲーマーとしては楽しい限りでございます。今後もね、ゲーム収益機器、そしてゲーム動画でゲームニュースなど全部カバーしていきますので、もし興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。